皆さんこんにちは、ゆりです。今日はゆりが春夏に着ている服たちを紹介していきたいと思います。ということで、まずワンコーデ目、こちら。はい、トップスはアンダーアーマーです。アンダーアーマーはね、いいよみんな。私アウトレットでよく馬に乗る用の服を買うんですけど、いっぱいスポーツ用品店あって、で結構安くなってて、で馬にこう乗れそうに見える服っていうのは結構たくさん売ってます。私うまく乗れそうかどうかという基準で服を買っています。このトップス多分ランニング用なんですけど、結構シルエットがタイトな感じで、でここがジップアップになってて、で素材も薄手で、この時期ちょうどいいんじゃないかな。長袖だけど涼しい感じで、肌寒くても暑い中でも結構対応できる感じので、首もあるし、ここ親指も引っ掛けられるし、日焼け防止も完璧で、パンツシャムロックオールシーズンキュロットブラックですね。もう結構品薄になってきてるんですけども、今回紹介するボトムスは全てシャムロックのオリジナルのキュロットになります。で、まあそれに合わせたコーディネートという感じですね。これもまあオールシーズンっていうことなので、初夏とかは全然履けますね。やっぱり動きやすいし、最近はもっぱら自社製品しか履いてないです。でベルトは何これ、 USG、 多分馬用のブランドだと思うんですけど、これあんまりこう中に入れて着るより、私こうちょっと外に出してきたい感じなので、あんまりベルトは見えないんですけど、これね、なんか大会の景品かなんかでもらったんですけど、なんかサイズがね、ちょっとちっちゃい無理やりつけてるまあいいかみたいな感じでも可愛い。割とこう色味がいろんな色に合うからね、気に入ってます。緑とか紺色とかピンクとかいろいろ混ざってるのがいいのかね。靴下は島村です。もう何年前に買ったかわかんないけど、結構こういうアーガイルの靴下、これは乗馬用の靴下ってやっぱりアーガイルじゃねえみたいな感じで、アーガイルの靴下は結構見つけたら収集してます。よし、次行こう。忘れてた、ちょっと寒い時に羽織るダウンベスト、こちら。これは見えるかな、アズテックダイヤモンド。可愛いよね、この色味が。ニュアンスカラーっていうんですか、ちょっと丈が長めなので腰までしっかりと暖かい感じで、なんだかんだまだね、ちょっと朝晩は冷えるので、こうやって1枚持っとくと安心ですね。これほんと可愛いアステックダイヤモンド、お気に入りです。続きましてこちら、トップスからいきます。トップスはアズテックダイヤモンドです。もう本当にこのブランド大好き。このシルエットがめちゃめちゃいいよね。かなりピタッとしてるので、ちょっともうお腹が出ることはもう許されない服なんですけども、気をつけてます。パンツはシャムロックオールシーズンキュロットのターコイズブルーです。そう、青コーデ。ベルトは、インスタでも登場したマヤ・デ・ローレス。この発音がさ、結局日本語発音が分かんないわけよ。マヤ・デ・ローレスっていうブランドなんですけど、です。はい、黒とゴールドがすごいかっこいいよね。靴下、なんだ、キャラウェイでいいのかな、読み方。ゴルフブランドのソックスです。基本的に靴下はね、ゴルフメーカーのなんかレディースのハイソックスをアマゾンで安いやつ買い漁ってます。なんかゴルフ用が一番履きやすい気がして、私個人的に。これはちょっと厚さがあるタイプなんですけど、真夏は暑いかな、今ぐらいだったら全然平気なんですけどっていう感じの厚さのやつです。で、これちょっと寒い時に羽織るやつね。これこの前買ったばっかりのアンダーアーマーの、何これ、ソフトシェルジャケットですか、多分。テロッとした素材で、このピタッとしたシルエットがかっこいいよね。でこれもまた日焼け防止対策万全みたいな感じの、これこのピタッとしたシルエットの服が馬に乗るのが上手そうに見えると私は思っているので、割とこういう服を見つけては買い漁っております。どうですかね、もうシャムロックのオリジナルのこういうピタッとした感じの上着だったりとか、こういうインナーもね、
どうだろう、作りたいんですけど、皆さんはこうどういうのが好きかな。私はこの結構ピタッとしたシルエットが好きなんだけど、皆さんはどうですかね。よかったね、コメントでね知らせてください。なんかいろんな意見を聞いて、また新商品を作りたい。よし、次いきますよ。同じキュロットでもうワンコーデいきます。ポップス、ポロシャツ、プーマ、インナーもプーマ。プーマはね、レディースのハイネックの長袖インナーっていうのがちょいちょい売られてて、でそれを、まあ、新色を見つけて私結構買ってるんですけど、ポロシャツも結構形がいいのが多くて結構好きですね、プーマ。あと何、このプーマが可愛い。キュロットはさっきと同じ、オールシーズンキュロットのターコイズブルーですね。やっぱ黒を合わせときゃもう決まるよね。で実際に私が仕事で着ているのも割と汚れる時が多いから、こういう黒い服は多いです。可愛い色もいろいろ持ってるんだけど、結構撮影用に使ってるって感じかな。普段あのレッスンとかする時とか、もう汚れるの分かってる時はこういう黒い服で、キュロットはこういうなんかカラーのやつ履いたりしてます。靴下もさっきと一緒、キャラウェイです。うん、こういうのが一番多いね。あ、ベルト、ベルトはさっき使ったこのなんだ USG のこのカラーのやつ。これゴムだからいいんだよね、このベルトが。これ自体も伸びるから、あの動きやすくて楽ですね。はい、次いきます。はい、続きましてこちら、またまた同じ形のトップス、何個持ってんねんってなアステックダイヤモンドのグレーのトップスです。何枚持ってんねやろ。5色ぐらいかな、4、5色持ってます。パンツはシャムロックオールシーズンキュロットの、ピンクグレーです。でもね、いい色だよね。うちに来てるお客さんにはこの色がよく売れております。このポケットが好きなんだよね。物は入らないけど、こうお尻形よく見せてくれる。靴下、靴下はインスタの方でも紹介したチャンピオンの靴下です。チャンピオンゴルフって書いてある。これもゴルフ用のハイソックスですね。寒い時に着るやつがこれ、ザラのダウンベストで、最近さちょっとまたダウンベストが着てるっぽくて、ザラでもあこんな可愛いの売ってると思って買いました。ちょっとこう細見えする感じのこのなんていうの、斜めのステッチがいいよね。ほら、馬乗るの上手そう。もう上手そうかどうかだけって言ってますけどそうそう、やっぱ形から入るの大事だから、皆さんもね、あこれ馬乗るの上手そうみたいな服ね、ぜひ収集してみてください。次行きましょう。続きましてこちら、またまたアステックダイヤモンドのトップス。もう本当にあの何枚持ってるんだっていう感じなんですけど、これがお気に入りですね。あんまり春夏っぽい色ではないけど、この色が好きなので季節感合わず着てますで、パンツはシャムロックストレッチキュロットですね。グレーのストレッチキュロットになります。もう夏はね、もっぱらこれ本当に薄くて暑くない。こちらのストレッチキュロット、現在シャムロックウェブショップの方でセール価格となっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。はい、靴下はルコック、これもゴルフ用のやつ。これね、もう3個目ぐらいのリピートなんですけど、薄さがねむちゃむちゃいい。皆さんこのルコックの靴下マジおすすめです。ベルトはマヤ・デロールスのベルトです。やっぱ何にでも合うからいいね、これがね。寒い時はこれね、黒いトップスは便利ですね。何にでも合うから。アンダーアーマーのソフトシェルジャケット、うん、いいね。最近の中で一押しな買い物です。めちゃめちゃいい。よし、はい、続きましてこちらインナー、この黄色いのがアンダーアーマーで、この上のポロシャツがアディダスです。アディダスゴルフですね。これは割と真夏に着る感じの服ですね。このインナーの黄色いアンダーアーマーなんですけど、これはメンズの S サイズを着てます。アンダーアーマーのインナーはねめっちゃいいんですけど、レディースがねもう最近白と黒しか見かけなくなってしまって残念だなと思ってたんですけど、メンズのコーナーには結構いろんな
色があって、でこれもちょっとセールで買ったんですけど、割と着れるじゃんと思って、まあアンダーアーマーってもともと結構かなりタイトな感じのサイズ感なので全然 S サイズだったらいけるなと思って、写真撮影とかちょっと動画撮るのにいいなと思って、あんまり普段これ着ないんですけど、でも前一回なんか案件の動画でできるだけ黒い服は避けて明るい色の服を着てくださいっていう要望があったりとかして、あ、そういうこともあるし、やっぱり明るい色の服揃えといてもいいなーなんて思ってね、ちょっと試しに買ってみたけど、まあこういう風にネイビーと合わせると可愛いかなと思って、でこのポロシャツもね結構お気に入りです。本当に薄いんですよね、これ薄くて風が通り抜ける感じで、このボタンの色がねちょっと蛍光緑みたいなの入ってて、この黄色と合うなと思ってこの組み合わせ気に入ってます。キロットはシャムロック、ストレッチキロットグレーですね。もうでもこのグレーのキロットはもう何でも合うし、黒くもないからあんまり重たくも見えないし、本当にお気に入りです。私が結構グレーが好きっていうのもあるね。一番最初に作ったキロットね、色どうしようかなと思ったんだけど、私は結構グレーが好きなのでグレーにしました。靴下はさっきと一緒、ルコック。ベルトは、何度か登場しているこの USG のちょっと短いけど可愛いベルトです。最後もストレッチキュロットのコーデでいきましょうか。はい、最後のコーディネートになります。インナーがプーマ、ポロシャツもプーマ。この赤いインナー結構よく着てると思う、動画でもよく着てると思う。このポロシャツはね買ってからまだ着てない、ちょっと大事に温存してます。プーマのポロシャツね、ちょっと可愛くて好きなんですよ。形がちょっと女性らしくて気に入ってますね。あとなんかこのプーマが赤いのが可愛いですね。この中とマッチしてより良い感じがします。これもまた真夏に着る感じのコーデで、このポロシャツがね、結構薄手なのも気に入ってますね。ポロシャツって結構厚手のやつもあるじゃないですか。ああいうのとか結構厚いので、私はどっちかというと薄手のペラッとした感じの素材を真夏に着ることが多いかな。そうそう、で何度も登場しているこのアズテックのこのインナーはですね、若干厚手なのでやっぱり真夏向きではなく、やっぱイギリスのブランドなので、イギリス多分そんなに暑くならないからそんなに猛暑想定してないと思うんですけど、やっぱり真夏はねこのインナープラスちょっと薄手のポロシャツっていうのがやっぱり一番涼しいかなと私は思っております。キュロットはシャムロック、ストレッチキュロット、真夏はこれね。でも本当に何にでも合うから本当に楽ちん。でベルトはこれ初登場かな、トミーヒルフィガーの赤いベルト。これちょっと色合わせが難しくてなかなか使えないんだけど、すごいお気に入りのベルトです。アウトレットで安くなってて、あ、これ可愛いなと思って買いました。靴下も一緒ですね。靴下もルコックの靴下です。やっぱりアウトレットでスポーツ用品店を結構巡って、ああ乗馬に使えそうと思ってるやつを買ってることが多いですね。で靴下はアマゾンでゴルフ用のやつを結構定期的に探して買ってますね。こういうポロシャツとかもやっぱりゴルフ用がさ、いろいろ種類が多くて可愛いのも多くていいよね。ゴルフってだけで結構値段が上がったりするんですけど、アウトレットとか行くとそれも結構安くなってるので。そうでも私は特に仕事だからさ、汚れちゃうからさ、なんかあんまり、あ、これ可愛いけど高いけど奮発して買っちゃうみたいなのがなかなかできなくて、この値段ならまあ汚れてもいっかっていう感じのものを結構買う感じにしてるかな。だからこそこのシャムロックのキュロットもなるべくお買い求めやすい価格でやりたいなというふうには思っておりますね。まあ、仕事で履くからこそ動きやすさだったりとか、ちょっと汚れてもいいかなって思えるような、そういうものをですね作っていきたいというふうに思っております。コメント欄でね、次シャムロックオリジナルでこんな商品を出してほしいとか、あと私は結構馬乗るときこのブランドの服着てますとか、どういうところで買っていますとかね、ぜひ教えてください。皆さんの乗馬ファッションのポイントなどなど、ファッショントークをコメント欄でしていきましょう。イエイ。あとは今日履いたキュロット
はすべてシャムロックのウェブショップの方で販売しておりますので、一番最初に履いたブラックとこのグレーに関してはちょっとサイズがないものもあるんですけども、もしサイズがあればぜひぜひお買い求めいただければ嬉しいです。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が面白かった、一緒にジョブファッション楽しんでいくよと思ったらね、ぜひいいねお願いします。あと思い出した、最近新しいインスタグラムのアカウントを始めまして、シャムロックエクエステリアンアパレルっていうインスタのアカウントをこっちに載せておきましょうか。こちらで今回のような私のコーディネートだったりとか、ちょっと面白いリール動画だったりとか、そういうのを公開していきたいと思いますので、そちらの方のフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。